こんにちは。正午の NHK ニュースです。アフガニスタンからの撤退期限が迫る中、アメリカ軍は首都カブールで爆発物を積んでいたと見られる車両を空爆したと発表しました。一方、アメリカのメディアは、この攻撃で子供を含む民間人に死傷者が出たと伝えていて、現地での混乱がさらに深まることへの懸念が高まっています。 アメリカ中央軍は29日声明を出しアフガニスタンの首都カブールで車両を標的に無人機による空爆を行ったと明らかにしました空爆はカブールの空港に差し迫っていた過激派組織 IS= イスラミックステートの地域組織による攻撃の脅威を取り除くためだったとしていますこの攻撃について アメリカの CNN テレビは地元の人の話として、空爆があった場所は住宅街で、子供6人を含む一家9人が巻き添えになり死亡したと伝えたほか、AP 通信は子供3人が死亡したとしています。アメリカ中央軍は日本時間の今朝追加の声明を発表し、民間人に死傷者が出たという報道は認識しているとした上で、 車両の破壊に伴う大規模な爆発は車に大量の爆発物が積まれていたことを示しておりこれによりさらなる死傷者が出た可能性があると指摘し詳しい調査を行っていると明らかにしましたアメリカ軍はカブールの空港近くで起きた自爆テロへの報復としてアフガニスタン東部で無人機による攻撃を行ったばかりでした 一方、撤退期限が31日に迫る中、アメリカ政府は日本やイギリス、それに EU ・ヨーロッパ連合など90余りの国や機関とともに共同声明を発表しました。声明は、我々はタリバンから出国を望む外国人と渡航許可を受けたアフガニスタン人が安全で秩序だった方法で国外に移動することについて、 保証を得たとしていますただ、首都カブールでは依然としてテロへの警戒が続いていて、タリバンの保証にどこまで実効性が伴うのかは不透明です。加藤官房長官は記者会見で、アメリカ軍の空爆については、詳細な事実関係を十分把握する立場にないわけで、コメントは差し控えたい。ただ、我が国は、 あらゆる形態目的のテロを批判しいかなるテロ行為も正当しえないことを改めて強調する立場だアメリカなどを関係国と連携して対策に取り組んでいきたいと述べましたまた加藤官房長官は退避オペレーションのためにアフガニスタンに派遣していた要員自衛隊機はすでにアフガニスタンを出国し 近隣国の拠点に滞在しししていると説明しましたその上で今後の対応については現地の情勢を見極めつつアメリカをはじめとする関係国とも連携をしながら個別の事情により退避を希望しなかった現地に残る極めて限られた少数の邦人のほか大使館や JICA の現地職員などの安全確保や 必要な出国支援のたため引き続き続全力で対応ししていくと述べました東京・港区の地下鉄の駅で知り合いの男性の顔に硫酸をかけたとして傷害の疑いで逮捕された容疑者が先月、被害者と会って学生時代の態度が気に入らなかったなどと不満を伝えていたことが分かりました。 警視庁が詳しいいきを調べています静岡市青井区に住む大学生花森弘高容疑者25歳は東京港区の地下鉄白金高輪駅で知人の22歳の男性会社員の顔に硫酸をかけて大けがをさせたとして一昨日逃走先の沖縄県で傷害の疑いで逮捕されました調べに対して弁護士と話して考えるなどと供述しているということで 警視庁は今日午前検察庁に送りました花森容疑者と被害者の男性は先月東京都内で会う機会がありその際に容疑者が学生時代の態度が気に入らなかったなどと不満を伝えていたことが捜査関係者への取材で分かりましたこの時被害者の男性が利用する駅などを把握したとみられるということです 2人は沖縄県内の大学で同じ映画サークルに所属していたということで警視庁は当時の関係者からも話を聞いて詳しいいきさつを調べています世界全体の温室効果ガスの排出量の3分の1を占めるとされる食の分野から脱炭素社会の実現につなげるため環境省が食品メーカーなどとの意見交換会を開きました オンラインで開かれた意見交換会には、食品メーカーや外食チェーンなど9つの事業者が出席し、冒頭、小泉環境大臣は、誰もが毎日の日々の生活の中で、暮らしの中で、えー、今すぐ始められる脱炭素の行動の一つが食の取り組みです。続いて堀内環境副大臣が、持続可能で健康にもつながる食生活として、 肉類に比べて温室効果ガスの排出量が少ないとされる大豆でできた代替肉を取り入れることや1年間に600万トンに上る食品ロスを削減することの重要性などを説明しましたこれに対し大手スーパーの幹部が食材がどの程度環境に配慮しているのか表示してほしいという意見が客から寄せられていると話したほかファストフードチェーンの幹部は 肉のの代わりに植物由来の具材ををを使ったたたハンバーガーガ導入しししことを紹介しました環境省は今日出された意見などをもとに商品ごとの温室効果ガスの排出量が消費者に分かるように表示する方法や環境に配慮した食生活などにポイントを付与する新たな制度について検討する方針です来月初日を迎える大相撲秋場所の番付が発表され 西の横綱に座った照ノ富士が最高位としての決意を話しました照ノ富士は怪我や病気のために一時大関から序二段にまで陥落しましたが稽古を重ねて復活し先月の名古屋場所の後横綱昇進を果たしました来月の秋場所には新横綱として臨みます 一つのことをずっと一生懸命やってきたから、それがよかったんじゃないですか、精いっぱい準備して、土俵の上で出していけばいいかなと思ってます横綱に求められる品格については。品格って言ったら、こういうもんだっていうこともないだろうし、だからこそ,そ、自分の生き方で証明していきたいなと思ってます。 東の横綱は、身体をかける意向を示して臨んだ名古屋場所で、45回目の優勝全勝で飾った白鵬です。今月の合同稽古には、4日間の日程のうち、後半2日間に参加したものの、相撲を取らず、基礎運動を中心とした軽めの内容で終えていて、今後の調整に注目が集まります。大相撲秋場所は、来月12日に、 東京両国の国技館で初日を迎えます為替と株の値動きです週明けの今日の東京外国為替市場円相場は小幅に値上がりしています円相場は現在ドルに対しては先週末に比べて33銭円高ドル安の1ドル109円77銭から80銭となっています 一方、ユーロに対しては先週末に比べて10銭11銭円安ユーロ高の1ユーロ129円59銭から60銭となっています週明けの今日の東京株式市場日経平均株価は小幅に値上がりしています日経平均株価午前の終わり値は先週末の終わり値より77円72銭高い2万7718円86銭 東証株価指数トピックスは13.09上がって1941.86でした。ここまで全国のニュース、野村雅之でした。0時10分です。続いて関東地方のニュースです。関東甲信は今日も気温が上がり厳しい暑さとなっていて熱中症に警戒が必要です。 気象庁によりますと関東甲信は晴れて午前中から気温が上がり午前11時半までの最高気温は千葉県市原市の牛区で34.3度などと各地で厳しい暑さとなっていますこの後さらに気温が上がり日中の最高気温は甲府市で36度前橋市と埼玉県熊谷市で35度などと猛暑日が予想されているほか 東京の都心などで三十五度と厳しい暑さが見込まれています。東京の都心などで三十四度と厳しい暑さが見込まれています。一方、気温が上がる午後は。上空の寒気の影響で、関東北部を中心に大気の状態が不安定になる見通しです。明日の未明にかけて、雷を伴った激しい雨が降り。雨雲が予想以上に発達した場合は。 1>, 1時間に50ミリの非常に激しい雨が降って大雨となる恐れがあり気象庁は土砂災害や低い土地の浸水川の増水のほか落雷や竜巻などの突風それに氷にも十分注意するよう呼びかけています新型コロナウイルスの感染が拡大する中千葉県松戸市では今月救急搬送の要請を受けた自宅療養中の患者のうち 病院に搬送できたのは三割にとどまっていることがわかりました。松戸市消防局によりますと。患者本人や保健所から依頼された。自宅療養者の救急搬送の要請は。今月二十二日までに二百五十五件寄せられました。先月と比べると。二十二日の時点で三倍近くに急増していて。このうち病院に搬送できたのは三割にとどまり。 7割は入院調整の対象にならなかったり受け入れ先が見つからなかったりして搬送できなかったということですまた要請を受けてから救急車が消防署に戻るまでに4時間以上かかったケースは41件に上り12台ある救急車がすべて出払ってしまった日もあったということですこのため市消防局では今日から 普段使っていない非常用の救急車3台の運用を始めるほか廃車する予定だった2台についても搬送先を調整する間の患者の待機場所として活用することにしています松戸市消防局は入院したくても搬送先が見つからない状況なのでまずは感染しないように気をつけてほしいと話しています新型コロナウイルスの感染拡大が続く中 大きなわらを作って集落の入り口に掲げ疫病などを防ごうという伝統行事が栃木県日光市で行われましたこの行事は日光市のセリヌマ地区に数百年前から伝わるとされ毎年この時期に地区の住民たちが長さ1メートル幅50センチ余りの大きなわらじを作ります 30人余りが昨日公民館に集まり大わらじの左右を2時間ほどかけて作り上げ地区の入り口にある木に取り付けました大わらじにはこの村には大きなわらじを履く大男がいるから悪さをする者は立ち入るなという意味があり疫病や悪人などが入ってこないようにという願いが込められています気象情報です熱中症警戒アラートが 神奈川県千葉県栃木県静岡県に出ています今日も熱中症に気をつけてください雷注意報が関東の広い範囲に出ています今日この後の予報です関東地方南部は晴れで夕方からは曇りでところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう関東地方北部は晴れのち曇りで夜は雨でところにより夕方から夜の初め頃にかけては雷を伴い非常に激しく降るでしょう 伊豆諸島北部は晴れで夕方からは曇りでしょう。伊豆諸島南部は晴れで夕方から曇りでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。伊豆諸島、え静岡県東部伊豆は静岡県東部伊豆は晴れでしょう。以上この時間のニュース羽根塚がお伝えしました。零時十五分に間もなくなります。